皆さん、こんにちは。犬ぷんチャンネル、犬ぷんです。もうすでに、あの、他の YouTuber さんの方でご案内が行ってたり、まあ、あと、更新の方からね、SNS でご案内あったと思うんですけども、こちら、まあ、画面に映ってる通り、5月の14日発売予定だった、一番くじ、僕のヒーローアカデミアネクストジェ,ジェネレーションズ。言いにくいな。これがですね、えー、延期になりました。こちらにあるように、 今のところ未定という形になってます。で、まあ、あの、延期の理由に関しては、あの、先日ね、先日5月20日に再延期されたビギンザヒーロー。これとね、まあ、ほぼ同等の理由で、まあ、物流関係だったりとかっていう、まあ、コロナの影響が、ま、もろに来てるっていうところだというふうに記載はされてます。犬っプン的に、想定の範囲内ですね。想定の範囲内。 ビギンザ・ビギンザ・ヒーローが5月に舞い込んできて、まあ、結構ね、みんな立て込んでたんで、5月にね、結構集中してたんで、結構大変だなっていう気はしてたんですけども、ビギンザ・ヒーローがね、2回も延期したってこともありますし、まあ、他の一番くじも延期してますし、5月の方多いと思うんですけども、一番くじのフィギュアって、 中国で製造してるんですよね。パッケージとか、とか見てもらえれば、め、チャイなって入ってるんで、その辺で分かると思うんですけども、まあ今、中国ロックダウンしてるってこともあって、多分、製造工場も止まってるって感じだと思うんですよね。なので、まあこれがね、どこまで続くか、ロックダウンがどこまで続くか、正直読めないんですけども、まあ都市部ではね、継続してやるってことにはなってるみたいなので、まあこれ、春、夏までちょっと怪しいかなっていう気もしないでもないです。 まあこれ1ヶ月2ヶ月とかちょっと後ろにずれるっていう感じだと思いますし、そうなってくるとまた想定されるのが、7月に今もう一個ね、ファイトオンっていうヒールアカデミアの一番口が予定されてるんですけども、それもね、怪しくなってくるなという感じですね。すべてがまあ1ヶ月2ヶ月後ろにずれてくって感じだと思うんで、まあそんな感じになるんじゃないかなと思ってます。 ちょっと悲しい反面、嬉しい面で言うと、まあ皆さん、私もそうなんですけど、資金繰りのところもそうだし、あとは転売対策かな。うん、無在庫転売とかね、そういうのの防止にもちょっとは、あの、抑止力にはなってるのかなと思いますし、これあの、私もツイッターとかでもよく言うんですけど、ゆっくりでもいいんで、製造数増やして、そうしたら流通される数も増えてくるんで、そうするとね、まあ転売屋もなかなかね、 儲かんない仕組みになってくるのかなっていうふうに思うんで、まあそういったところいろんな要素があって、いい面も結構あるのかなというふうには思います。はい。ということで、一番くじ、僕のヒールアカデミア、ネクストジェネレーションズの発売延期に関するお知らせでした。新しい情報が入り次第、またラインナップとかの公開もされると思いますし、 そのタイミングで、またはその9時に行くときに私の方でご紹介したいなと思います。はい。本日の動画は以上となります。この動画が面白いと思った方は、ぜひ高評価、コメント、また、まだチャンネル登録がお済みでない方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。 またねー。バイバーイ。バイバーイ。